おはようございますミスターヤメさん、本日は9月1日、えー、広島県は晴れですね、昨日まで雨が降ってたんですけども、今日から9月切り替わって、もうすっかり秋になるのかなというところでございます、暑い日々も終わりまして、夏ってあっという間に過ぎましたね。えー、私はねこの7月8月8が インドネシアの方でもね、えー、夏を満喫できましたし、まあ、プールにも入ったりねグルメさせていただいたりとか本当にあに、のー、素晴らしい夏を過ごさせてもらったなと思いますプラスですね私の会社ってのが6月締め7月締め8月締めと3つ主にやってるね3つの私の法人の決算が来てるんですよねまあで決算に合わせてかもしれませんけども 税金の軽減税率のご案内が3社来ました <laughs>。まあ同じ内容なんで1個読めばあとは捨てるだけなんですけどもね。それから決算のおこれね税率さんのとこに行ってきて大体今回はこの会社についてはこのぐらいの税額になりますよってことでね恐ろしい金額の税金来てますね。まあ日本にいるといかにお金がたまらないかってことがよくわかるなというところでございます。まあ具体的なね金額とか売り上げってのはどっかの機会に皆さんのおまあ なんてですかね一つの学びになればと思いまして発表しようかと思います、えー、複数会社があるうちの1社ぐらいはね公開してもいいかなと思いますんで、まあ、参考にしていただければと思いますまああとそうですねうん、まあ、お金の稼ぎ方の次は税金の払い方っていう勉強にもなってきますんであのお金がないのも困った話なんですけども稼ぎが上がれば今度はね支払いが増えるんですようんやっぱりね日本にいると生涯で一番払うお金って税金なんですよ 家のローンでもなく、保険でもなくてね、教育費でもなくって、税金なんですよね。大半税金です。で、私の場合も、今回、あのー、大半が税金ですね。<laughs> 特に日本ってのらもうすぐ消費税も10%になりますしねうん、1000万稼いだら100万分取られて、それから各種保険が、保険じゃない、あの、税金があってみたいな感じになります。これもリスクエッジの一つなんですよ。利益をね少ししずつ経費として 海外に移転してていいくっていう形ですよねでリスクエッジの話だったんですけどもんやっぱりね何もない時にどのぐらいできるかってことが何かあった時に、まあ、慌てない秘訣かなというところでございますね、まあ、自然災害ってのは我々ついつい忘れてしまうんでうんどんどん、ね、緩くなっていくんですけども結構ねそのが最近美味しいんですようんですごくうん取り組みやすいんで、まあ、ちょっと買っといてもいいのかなと思ったりしますね 私の方ではその、かなりありますけども、普段の夕食にそれを試しに食べてみるっていうのね、たまにやるんですよね。はい、そんな形でございました。で、ミスターメンさんの動画が結構ね、増えてきて、すごいですね。どん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 やってますね。サムネイルも作ってますし、このペースでいくと、自分、ご自身のね、当たる動画ってのが見つかると思うんですよ。見つかってからがスタートですからね。たくさんあげるのも当たり前なんですよ。だって私たちは、どれが当たるかっていうのは最初から意図して作れないんですよ。だからいっぱいあげといて、一番、 自分の発信と自分の視聴者さんに当たりやすいものを今度増幅していくって形になります。まあ、人によってはですね、えー、まあ珍しい車をこだわって発信していくって形もありますし、えー、映画のレビューっていうのもありますよね。とにかく映画が好きで、新しい映画が公開されたらね。 行ってきてきそれで感想を誰もよりも早く発信するみたいなねえ今度『ランボー5』ファーストあ『ラストブロッド』っていうのがありますけどもそういうのをやっていくとかあとね映画で言ったらこういうのもあるんですよなんかね続編があるとしたらどんなのを書くかなとかねそういうのでなんか結構ファンの方を取り込んでいったりとかねタイトルで SEO だったりとかうんで私の場合は『ナイトライダー』っていうアメリカのねホームドラマの動画を上げることがあるんですけどももう終わったドラマっていうのはもう 公式なな更新がないんでファンサイトが当たったりするんですよねファンの作る動画が、まあ、そういったもので YouTube を狙っていくのもいいかなと思いますでそれから今回はミスターマイアミさんがね、あのー「こんにちはミスターマイアミです」っていうスタートがあるじゃないですかあれすごくいいなと思うのはあのー、仮に YouTube がバンされたとしても仮に YouTube じゃないメディアに対して人が興味を持った時も「ミスターマイアミ」で検索される可能性があるんですよ で、おそらくですね、ミスターマイアミって名前で活動してる人はいないんじゃないかなと思うんですよね。うん、でそういうふうに、あの、もう、何ですか、視聴者さんがキーワードで探していけるようなものを、キーワードをこっちからもうどん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 与えていくみたいな感じですよね。私のアカウントが全部なくなくった時でも多分 何人かの方はですね、即歌塾とか、保哲郎で検索してくださると思うんですよ。そうすると、私の情報に、いつかはね、コネクトできると思いますんで、そういう探し方ができるように、普段から、ちょっとずつね、自分のネタを投げていくみたいなね、ことができるんじゃないかなと思います。さあ、それではですね、9月に入っても、ミスターマユミさんは、あ300本以上の動画が上がるかもしれませんね。もちろんこれね、あの300本いかなくても別に落ち込む必要はないですし、300本を生かすために、無理にね、 えーわけ、わけのわからない動画を乱発する必要はありません。あくまでも今のペースでやっていって300ってものを一つのね、目安にしていただく。そういう意味で、あのー、9月はこれをやりますってことが、ミスターマイアメさんのファンにもね、 きっといい影響を与えると思うんですよ。じゃあ、自分は100いくぞとかね、50いくぞとか、いやいや、500狙うぞみたいなことになるかもしれませんし、いや、私はチャンネル登録者数を増やしていくよとかね、それとも再生数を、どれでもいいから、100を超えるものを作ってみたいなっていうのがあったりとか、こう、いい意味でね、切磋琢磨、ライバル視をしていって、お互いに成功例をシェアしていって、みんながね、高め合っていければいいんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、とね、せっかくなんで、えーの、対談みたいなものをね、みんなでやってみるとか、そういうのもいいかな。 なと例えば Zoom ライブをやってみるとかねそれマンツーマンでもいいですし、えー、なんか5人でまとめてでもいいと思いますねそれをお互いに自分自分のチャンネルで上げていくとかあと Facebook をされてる方はフェイスブックのメッセンジャーでででライブとかできるんですよしかもその模様を録画してアップロードもできるとかね。うんだから1人 だけではなくて誰かと組んでやってみるっていうのもいいかなと思いますのでそういうことでどんどんね関係を強めていって自分だけの世界をもっともっと強化していっていただきたいかなと思いますそれでは今回は以上でございますけども Mr. マイミンさんの9月の目標がね達成できるように私もねしっかりとモチベートしていこうかと思いますのでよろしくお願いします